川内祐樹は埼玉県の陸上競技選手。専門競技は主に中距離走長距離走マラソン等。埼玉陸上競技協会に所属していたが、後に埼玉県庁総友会が立教登録をして埼玉県庁の名称で所属。それまでは地方公務員かつ非実業団の市民ランナーとしての活躍が、 世間の注目を集めていたが、2019年3月限りで、埼玉県庁、公務員を退職し、同年4月からは、あよい日生同話損害保険と所属契約を結び、プロランナーに転校した。妻は、川内優子。男子マラソンに種目の主な実績に、2017年世界陸上ロンドン、大会9位。 2011年世界陸上テグ大会17位、2013年世界陸上モスクワ大会18位、2019年世界陸上ドーハ大会29位、2014年ニガワアジア競技大会同メダリスト、2013年ベップ大分毎日マラソン優勝、2018年ボストンマラソン優勝、豊富読売マラソン合計4回優勝など、 東京都世田谷区生まれ、埼玉県北葛飾郡和紙宮町育ち。ジップ、アシセは、島根県沖島の出身であり、高校時代に国体にも出場したアマチュアボクサーであった。小学校入学前に、世田谷区から和紙宮町へ転居。和紙宮町立和紙谷中学校、埼玉県立かすか東高等学校を経て、 学習院大学法学部政治学科に進学。高校時代は、県大会レベルの選手で故障を繰り返していた。学習院大学時代に、関東学連選抜の選手として、箱根駅伝競争に2度出場。学習院大学の在学生では、史上初めて、箱根路で出走した。2007年は6区を、区間6位。2009年は6区を、区間3位の成績だった。 また2008年には、ニューカレドニア国際マラソンのハーフマラソン男子の部で優勝している。地震初のフルマラソンは、学習院大学卒業前の2009年2月の、別府大た毎日マラソンで20位。東京マラソン2009では19位に入っている。大学卒業後は、陸上競技の実業団には進まず、当時陸上部のなかった埼玉県庁に入庁。 2009年4月、埼玉県立カスカベ高等学校定時制に、埼玉県職員として勤務する傍ら練習を続け、市民ランナーとして大会に参加。2010年1月10日の第11回、谷川マリハーフマラソンでは1時間6分49秒で優勝。東京マラソン2010では優勝した。 藤原正和と17秒差の2時間12分36秒で4位に入った。埼玉陸上競技協会所属として出場していた。2011年1月23日には、第16回天皇杯全国都道府県対抗団子駅伝競争大会に、埼玉代表で7区アンカーで出場。2011年2月6日の、 第65回香川丸亀国際ハーフマラソンでは、当時ハーフマラソンの自己ベスト記録をマークし9位。2011年大阪マラソン同年2月27日の東京マラソン2011では、過去世界陸上選手権男子マラソン代表の入選便、藤原晋羅を抑え、さらに終盤追い上げ、39km 地点で小田義博とサイラス位を追い越した後も、 懸命に、ダストスパート、当時自己ベスト記録を約4分更新する2時間8分台をマークし、日本人トップとなる3位に入った。これで、2時間9分30秒を切って、日本人トップという日本陸上競技連盟の代表選考基準をクリアしたため、2011年9月開催の世界陸上テグ大会の男子マラソン、日本代表に内定した。 その世界陸上手具大会男子マラソン本番では、レース前半は、先頭集団の一番前の方を走る。積極性を見せたが、16km 付近で、集団から脱落。一時は30位前後まで下がったが、30km を、ぎ順位を上げた結果、日本人3番手の17位でフィニッシュ。ゴール直後は、東京マラソン2011同様にコイントをして、 単価で運ばれ、インタビューを受けることはできなかった。同年10月30日に開催の第1回大阪マラソンは日本男子ではトップとなる世にだった。同年12月4日、翌2012年8月開催のロンドンオリンピック国内選考レースの福岡国際マラソンに出場。中間点付近で行ったは、 日本人争いの集団から遅れるも徐々に追い上げ、36km 過ぎで、今井正と前田和弘に追いつき、その後二人を交わして、日本人トップの2時間10分を切るタイムをマークし、3位でゴール。その福岡国際からわずか2週間後の同年12月18日に、豊富読売マラソンへ出場。フルマラソンでは3大会連続で、 日本人首位の成績だったが、同大会に連覇のセルオドバトーチルに突き放され2位でゴールした。2012年2月5日の第66回香川丸亀国際ハーフマラソンでは27位な,ながらも、前年の同大会を22秒上回る自己ベストを達成。ロンドンオリンピック国内選考開催挑戦となる。 同年2月26日の東京マラソン2012で日本人トップと自己記録を目指して出走したが2 3トル過ぎで日本人トップ争いの第二集団から脱落してしまい結果14位に終わる同年3月12日に行われた日本陸上競技連盟のロンドン五輪マラソン日本代表の発表においては結局正式代表選手も補欠にも 選出されなかった。それでも川内本人は、五輪落選時のインタビューで、実力が足りなかった。公平な選考がなされたと思いますとコメントした。五輪落選後も、短いスパンで、レースに、数多く出場する。2012年4月15日の霞ヶ浦マラソンでは、中間点を過ぎた後で勇気は先行する選手を、次々追い抜き、 ゴールタイムは平凡ながらも、自身初めてのフルマラソン優勝を達成した。同年5月13日の第22回仙台、国際ハーフマラソンは、日本男子では、ロンドン五輪代表の藤原真に次いで4位に入った。全員年ゴール寸前で倒れ途中棄権した6月17日の、第7回沖ノ島ウルトラマラソン男子 50km の部では、 2位以下に33分以上の大差をつけて優勝。また、7月1日開催のゴールドコーストマラソンでは日本男子トップの4位だった。8月26日開催の北海道マラソンは気温30度近い気象条件の中、25km 付近から自ら仕掛けてその後は独走。2位以下に3分以上の差をつけ、2回目のフルマラソン優勝を達成した。 9月16日開催のシドニーマラソンにおいても大会新記録で3回目のフルマラソン優勝を果たす。また10月6日の世界ハーフマラソン選手権大会男子の部は21位ながらも日本人ではトップに。さらに10月21日開催の第1回千葉アクアラインマラソンでは気温25度を超す高温の影響で終盤フラフラになりながらも 2位以下に10分以上の大差で4回目のフルマラソン優勝となった。2013年世界陸上モスクワ大会、翌2013年開催の世界陸上モスクワ大会男子マラソン選考レースだった12月2日の福岡国際マラソンでは、レース前の招待選手記者会見で、東京マラソン同様に藤原慎との攻撃バトルを繰り広げ場を沸かせていた。 しかし本番レースでは 28km 付近で先頭集団から脱落、終盤追い上げたが6位に止まる。それでも12月16日の豊富読売マラソンでは2位のマイナディシに1分39秒の差をつけ、2012年に出場したフルマラソンでは5回目となる優勝で締めくくった。 世界陸上選考会再挑戦となった2013年2月3日の別府を置いた毎日マラソンでは2 8トル付近でロングスパートを仕掛けるとその後ロンドン五輪男子マラソン6位入賞中本健太郎との一騎打ちに残り2キロメートルを切った給水地点を過ぎた直後自ら果敢に飛び出して中本を引き離し同マラソン大会新記録をマーク 自己記録も22秒を上回って、通算7回目のマラソン優勝を達成。世界陸上モスクワ大会、男子マラソン代表選考へ大きく名乗りを上げた。それから2週間後の金栗記念熊日30キロロードレースでは、自ら30キロメートルの記録を36秒、更新し大会記録で優勝。 3月17日のソウル国際マラソンは2時間7分台を目指して出場したが、32km 過ぎから2度目の戦闘集団のペースアップについていけずに、交代、過労死でて当時の自己記録を1秒縮めるも4位に止まった。しかし、別府を置いた毎日マラソン、ソウル国際マラソンでの2ヶ月連続2時間8分台達成は、世界でも類を見ない快挙である。 4月21日の長野オリンピック記念長野マラソンでは、降雪とスタート時の気温0.4度という玄関の中 40km 手前で2位のアレクセイ・ソコロフを振り切り、同マラソンでは日本男子として初優勝を達成した。2013年4月25日、世界陸上モスクワ大会男子マラソンへ2大会連続2回目の代表選出となった。 同年6月2日の千歳ジャル国際マラソンでは、タイムは2時間18分台ながらも、合計9回目のマラソン優勝。3年連続出場となる、6月16日の第8回を祈とウルトラマラソン男子 50km は、招待選手で出走、トップでゴールするも軽い熱中症で乾燥直後に、倒れ、病院にへ搬送された。 二年連続出場の7月7日のゴールドコーストマラソンでは大会大記録をマーク自身ちょうど10回目となるフルマラソン優勝を成し遂げたしかし川内自ら6位入賞が目標だった世界陸上モスクワ大会男子マラソン本番は25度を超える高温に対応できず 25km 付近で2位集団の争いから脱落結局は 日本人4番手の総合18位のゴールに終わった。レース前、目標は2時間7分30秒以内と宣言した2013年12月1日の福岡国際マラソンでは、ペースメーカーが外れた、中間点で川内自ら先頭集団を抜け出しスパートを仕掛ける。しかし2 9トル過ぎで、後ろの集団に吸収され、 34km 過ぎ、優勝したマーティン・マサシについていけなかった。その後は3位の位置をキープし、タイムは2時間9分台ながら、日本人では、トップの3位に食い込んだ。なお、福岡国際マラソンから2週間後には、前年優勝の豊富読売マラソンに出場。結果は2位だったが、前年を上回る2時間9分15秒で完走した、ことによって、 月間に大会でゴールタイムが2時間10分を切るという快挙を達成した。2014年3月2日のビワコ毎日マラソンでは 22km 過ぎで戦闘集団から脱落するもレース終盤に追い上げ日本人では佐々木悟に次ぐ2番手の4位に入る。同年3月12日東京マラソン2014で 日本男子主位で8位の松村光平と共に、新川アジア競技大会男子マラソン代表に選出された。同年4月1日、春日部高校より、地元の埼玉県立区機高等学校定時制、事務職員へ移動。12日後の4月13日、佐賀桜マラソンでは 15km から独走し12回目のマラソン優勝。 それからわずか一週間後の4月20日と、福島マラソンでは、途中腹痛により2 0トル過ぎでトイレに駆け込み、3分近くのロスタイムが発生しながらも、同マラソンの大会新記録で13回目のマラソン優勝。5月4日のハンブルクマラソンは急いながら、日本男子首位、さらに日本人では、男子マラソン最高記録保持者の高岡樹生を超える。 単独最多記録のマラソン7度目のサブンを達成した。6月15日の第9回沖野島ウルトラマラソン男子 50km の部は招待選手として出走のため順位はつかず、タイムは参考記録ながら、自らの大会記録、非公認の日本記録を更新、世界歴代6位相当の2時間47分27秒でフィニッシュ。 7月6日のゴールドコーストマラソンでは 20km 手前転がってきたカラーコーンを踏み外し転倒したが後半追い上げて日本男子トップの3位に食い込んだ川内はペースメーカーと選手が蹴ったコーンが自分の前に来たと語った2014年10月3日開催の2川アジア競技大会男子マラソンではレース終盤まで優勝のハサン・マハブーブ 2位の松村光平と激しく競り合ったが最後のトラック勝負で離されてしまいマハブーブに4秒松村にも3秒の僅差で惜しくも敗れ3位に止まったレース後の川内は世界陸上北京大会男子マラソンの国内選考会には一切出場しないと抗言2016年開催のリオデジャネイロオリンピック男子マラソン日本代表は 世界陸上後の国内選考レースで出場選出を目指す予定。同年12月21日開催の豊富読売マラソンでは、同大会2年ぶり2回目の優勝、同年5月のハンブルクマラソン以来8度目のサブテンを達成した。2015年4月12日、本上早稲田の森クロスカントリーハーフマラソンのレース後、2017年の 世界陸上ロンドン大会でメダル獲得を目指し、同大会で第一戦から区切りをつけたいと日本代表から引退する意向を示した。また、同年6月、昨2014年度に日本陸連が設立したマラソンナショナルチームの今年度のメンバー入りを辞退したことを明らかにした。それに関して川内はコロコロと変えるのはどうか。 優遇がなければ辞退する選手は、たくさん出ると思うと、NT への不満や疑問点についても追求している。2015年5月24日、富山県黒部市のカーター記念黒部名水マラソンでは、タイムは2時間17分台と、平凡ながら、自身20回目のフルマラソン優勝を達成。同年6月21日、第10回を祈祷。 ウルトラマラソン男子5 0トルに5年連続で出場。2時間48分台でゴールしたが、昨年同様順位はつかず参考記録扱いだった。同年8月30日、オーストラリアのシティにサーフマラソンへ2年連続で出走、同大会に連覇を成し遂げた。2015年12月6日、リオデジャネーロ五輪男子マラソン国内選考会の 福岡国際マラソンに出場。しかし、左足が痺れるアクシデントにより、1 2トル手前で、早々戦闘集団から脱落。その後ペースダウンした選手を次々追い抜くも、結局日本人4番手の総合8位に終わった。複数のリオ五輪選考会に出場の場合、日本歴代2位相当の派遣設定記録を突破しないと、最初に出場レースが、 先行対象となるため、五輪選出は、東京、琵琶湖毎日各マラソン大会で再挑戦し、派遣記録を破らない限り、絶望となる。それから2週間後の豊富読売マラソンでは、34km 地点で、ロングスパートを仕掛けて、優勝の藤原真についていけず34秒差の2位に、敗れたが、福岡国際のタイムより24秒を上回った。 リオ五輪最終選考会だった2016年3月6日のビワ子毎日マラソニエ一般参加選手として出走するも 17km 付近で日本人首位争いから交代。レース後半に追い上げて最後は三コ山、陸上競技場内で中本健太郎を追い越し日本人5着の総合7位に入ったが4年前のロンドン五輪に続き リオゴリン男子マラソン日本代表選出もならなかった。2016年6月19日の第11回沖ノの島ウルトラマラソン男子 50km の部は2年ぶりに自身の大会及び日本記録を3分以上更新、2時間44分07秒でゴール。2週間後の同年7月3日、5年連続5回目の出場のゴールドコーストマラソンは2位だったが、 自身2014年12月の豊富読売マラソン以来1年7ヶ月ぶりに自身日本人最多記録更新となる合計9度目のサブテンを達成した2016年8月21日の第35回北方領土のサップ岬マラソンは3年連続トップでゴール2016年12月4日翌2017年開催の世界陸上ロンドン 大会男子マラソン国内戦公開、福岡国際マラソンにエントリーしたが、11月12日の練習中に右ふくらはぎを痛め、さらに本番2日前は左足首を捻挫する負傷にも見舞われ、周囲からは欠場を勧められたが断固拒否、レース直前に鎮痛剤を服用し強行出場。その福岡国際では終始戦闘集団に果敢についていき、 中間点過ぎで、ペースメーカーが離脱すると、川内自ら積極的に飛び出して、トップに立つ。その後優勝した、イエマネツェガエ、2位のパトリック・マカウラと競り合う中、後半やや、ペースダウンしたが2時間9分台の日本人首位、総合3位で、フィニッシュ、ゴール後の川内は、換気はまり男泣きしていた。レース後の日本陸連理事、小形三つ専務は、 経験から気づかれた冷静さと試合展開、攻めのレースは非常に評価している。本当に素晴らしい。また、長距離、マラソン強化戦略プロジェクトリーダーの瀬古俊彦も粘りまくってよく3番になってくれた。いい一歩目を踏み出せた。彼にありがとう。と言いたいと、それぞれ川内の激走ぶりを絶賛していた。なお川内は、今回の福岡国際で、 日本男子マラソン界では、前人未到の2桁回数となる、合計10度目のサブ点をマークしている。2017年2月12日の第55回愛媛マラソン、男子の部では、従来の大会記録を7分近くも更新する。さらに、自身11度目のサブ点となる2時間9分54秒と52年ぶりの大会新記録を達成、同マラソン初優勝を果たした。 同年3月17日に、日本陸連の理事会において、世界陸上ロンドン大会男子マラソン、日本代表へに大会ぶり3回目の選出となった。2017年8月6日、世界陸上ロンドン大会、男子マラソン本番に出場。レース序盤で看板に、激突や転倒など度重なるアクシデントに見舞われるも、果敢に、戦闘集団についていった。 中間点過ぎの 22km 過ぎで、戦闘争いから脱落し、1時20分以前後まで落ちていたが、30km 過ぎから徐々に順位を上げていく。41km 付近で、日本男子暫定首位だった中本を追い抜き、ゴール直前で8位のダニエル・アンジェルを必死に追いすがるも、わずか3秒及ばず惜しくも入賞はならなかったが、3回目の、 世界陸上では自身最高順位となる日本人トップの9位でフィニッシュした優勝した2018年ボストンマラソンの川内2020年東京オリンピック男子マラソン選考会の対象レースである2017年12月3日開催の福岡国際マラソンは日本人トップで総合3位の大橋様決等には及ばなかったが3代目山野上こと 神の大地など終盤で抜き去り、日本人に読み、総合9位の2時間10分台でゴール。それから2週間後、12月17日の、豊富読売マラソンでは、一式安志市,市や浜崎達則らと3 0トル付近まで、競り合う中、3 3トル過ぎに、川内自ら、ロングスパートを仕掛けると誰もついていけず、川内の独走に、 サブテンは4秒届かなかったが、同大会において3年ぶり3回目の優勝を果たす。さらに川内は、福岡国際の記録と合わせて、持ちタイムが2大会平均して2時間11分以内となったため、2019年9月以降に開催予定のマラソングランドチャンピオンシップへのワイルドカードの出場資格も手中に収めた。 2018年元日のアメリカマサチューセッツ州ボストンで行われたマーシュフィールドニューヤーズデイマラソンでは氷点下17度に積雪という極寒の中前身タイツの格好で激走し2時間18分台で通算30回目のフルマラソン優勝を達成したさらに川内自身マラソンでは76度のサブ20と世界最多記録を更新 同年3月には、ギネス世界記録にも認定された。2018年4月16日に開催された、第122回ボストンマラソンにおいては、激しい冷雨と、恐怖、気温わずか3度の低温と悪い気象条件の中で、レース終盤に単独首位だったジェフェリー・キルイを、もうサコし、ゴール手前の 40km 過ぎでついに大逆転。 記録は2時間15分台と平凡ながらも同マラソンで初優勝を果たす。日本人の党大会優勝者は1987年大会の瀬古俊彦以来31年ぶりの海挙達成で2006年に開始されたワールドマラソンメジャーズの対象レースを日本人で初めて制した。ボストンマラソン初優勝から外戦直後の成田国際空港。 到着ロビーにおいて、川内は自ら多数のマスメディア人に対して、翌2019年3月31日限りで、埼玉県庁を退職し、同年4月1日より、プロランナーに転向することを発表した。2018年5月20日の第24回生の、ゴーヤ津ヶ岳延山高原 100km、ウルトラマラソンでは、 自身初の 71km に挑戦し、2以下に約30分もの大差をつける、同大会 71km、男子の部において16年ぶりの大会新記録で優勝した。2018年12月2日の福岡国際マラソンは、11km 付近で、戦闘集団のハイペースについていけず早々脱落。レース後半で追い上げて、 昨年に引き続き神の大地らを抜き去るも10位に止まった。2011年以降、福岡国際からわずか2週間後に、フルの部出場7回目、通算8度目の党大会出走となる、12月15日の、豊富読売マラソンでは、雨天の中終始優勝争いに加わり、40km 手前で、自ら2位のセルオドをバト落る党を引き離して2連覇を、達成。 さらに、同大会では、史上最多となる4度目の優勝を成し遂げた。公務員ランナーとしては、最後のフルマラソンとなる、2019年3月10日の、ビワコ毎日マラソンへエントリー。霊雨の降り続く、気象条件の中、川内は 30km 地点まで、積極果敢に、戦闘集団へ加わった。3 0トルを過ぎて集団から徐々に離されたが、 それ以降も大きくペースダウンすることなく日本人では山本健二に次ぐに着総合8位でまた自身13回目となるサブテンを達成したさらにゴール後の川内は世界陸上同派大会の男子マラソンに出場したいと自ら代表選出を熱望しつつも MGC 及び東京オリンピックへの出走は否定的であることを示唆し続けている 2019年5月28日、世界陸上同派大会へ、自身に大会連続4度目の男子マラソン、日本代表に選出される。これにより、同年9月15日開催予定の MGC 出場は辞退となった。2019年10月5日、深夜、スタート時点で、気温29度、湿度49%の気象条件の中、 自身念願の8位入賞を目指して、世界陸上同派大会、男子マラソンに出走。だが、レース序盤の1 0トル手前でスピードアップした2位集団についていけず、その後はずるずるとキロ2 9トル地点で、二岡公平に並び、3 2トル付近では、単独の日本人2番手に浮上したが、以降もペースは上がらず入賞争いへ全く。 加われないまま、自身4回目の世界陸上選手権では、ワースト成績となる、2時間17分台の29位と、惨敗に終わった。99回目のマラソンとなる2019年12月1日の、福岡国際マラソンでは、ハイペースで飛ばす、先頭、第2集団につかずに、第3グループで待機するも、16km 過ぎで、脱落。 30km 地点では25位まで落ち、レース終盤で順位を上げるも12位に止まる。ちょうど100回目のフルマラソンとなった、2019年12月15日の、豊富読売マラソンでは3連覇を目指して出走したが、20km 付近で優勝争いから、後退してしまい、結果7位と、同大会 V3 はならなかった。 2020年3月8日のビワコ毎日マラソンでは合法時間の9時15分になってもスターターピストルが鳴らず作動しないアクシデントが発生し川内は面白かったと思わず苦笑い川内を含めた男子マラソン選手たちは一旦スタート地点から引き上げ10分後の9時25分に改めて正式にスタート昨年の同大会と同じく雨天の中で 10km 地点まで川内は戦闘集団についていたものの、それ以降はずるずると遅れていき、結局25位に終わった。2020年4月20日に開催予定で、川内自身もエントリーしていた第124回ボストンマラソンは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、一旦は約5ヶ月後の同年9月14日に延期としていた。しかしながら、 コロナウイルス感染防止や移動手段などを考慮、大会開催は困難と判断し、同年5月28日にマラソンの124年の歴史において、史上初めての当マラソン中止となった。同大会以降も、日本のみならず、世界各国がコロナ感染蔓延による死者増加等の理由で、マラソンをはじめ公式レースは、約半年の間出場できなかった。 2020年7月、北海道の北連ディスタンスチャレンジが久々に日本の公式試合として決行されたが、川内は党大会の参加資格を満たしていないために出走できず、7月18日の千歳大会においてネットライブ中継でゲスト解説者を担当した。2020年9月19日、埼玉県新座市の第30回陸上競技選手権。 記録会の男子5000メートルに、美和子毎日マラソン以来6ヶ月ぶりに公式レースへ出走した。同年10月27日、駒沢公園陸上競技場で開催のの東京立教ミドルディスタンスチャレンジでは、久々に出走した800メートルで自己ベスト記録を更新。その2時間後には1500メートルも出場し3分56秒台の記録で各ゴールした。 約9ヶ月ぶりのフル出場だった2020年12月6日の福岡国際マラソンでは 10km 付近まで第2グループの集団についていったがその後完全脱落結局2時間13分台の19位と同大会では記録順位ともにワーストの結末で終わるしかし2週間後の12月20日豊富読売マラソンではレース終盤まで 戦闘争いに加わり、3 8トル付近で優勝者の丸山達也に振り切れられたが、男子総合で2位2時間10分台のタイムでゴール。さらに、フルマラソン100回目のサブ20という世界新記録を受立した。ギネス世界記録に認定され、2021年3月2日に認定式が行われた。 2021年1月31日に開催される第40回大阪国際女子マラソンでの川内は男子選手として初めて日本国内で女子選手のみのマラソン大会において戦闘集団のペースメーカー役を務めることが報道された。さらに新型コロナウイルス感染拡大予防策による原則的な無観客試合として 従来までの大阪市内の行動は使用せず、長い公園内にある周回道路を15周するコースへと変更した。その大阪国際女子マラソン本番では、川内を含めた日本男子選手の3人が終始先頭に立ち、参加した女子選手たちを先導する形式となる。1 3トル過ぎまで、共に2020年東京五輪女子マラソン、 日本代表へ選出された人山真央と前田実留美波の二人が一騎打ちとなったが、その後人山が前田を突き放し、人山の独走状態に変わないと岩田の二名が、牽引し、前田には田中一名が誘導となった。中間点の人山は1時間09分35秒で、通過、日本上市マラソン記録保持者の野口水木を上回る、ハイペースで突っ走ったが、25、 キロメートル地点あたりからややペースダウン。終始一山を引っ張る川内と岩田の二人は一山に頑張れ。いけるよ。とうと励ますシーンも見られた。結果、一山の日本記録達成はならなかったが、東マラソンの大会記録を7秒更新する2時間21分11秒のゴールタイムで優勝。川内は、 人山より47秒の差で遅れて2時間21分58秒と、感想、公認記録として認定された。ゴール後の川内は、人山選手は、最後ペースを戻す走りをしてくれた。私自身も、大変貴重な経験をさせてもらった。ペースメーカーとして、女子選手たちを先導したことを、今後自らのレースに生かしたいと、笑顔でコメント。 優勝者の一山は、日本記録を破れなかったのは悔しいが、苦しいところで、川内さんと岩田さんがずっと私を励ましてくれました。とてもありがたかったですと感謝の言葉を述べていた。なお2月6日には、党大会の感想記録賞と記念タオルが、川内のもとへ届けられている。2021年2月28日。 最後の開催となった、美和子毎日マラソンに出場。レース序盤から、ハイペースで進む、戦闘集団にはつかずに、第2集団で待機。気温が10度前後で、天気は曇り時々晴れ、湿度が約55%と風もあまり吹かない、絶好なコンディションの中、中間点は1時間3分19秒で通過。大きな課題だった終盤付近でも大きく、 ペースダウンせず、終盤に入ると徐々に順位を上げる。結果、総合順位ながらも、川内の念願だった2時間7分27秒をマークし、33歳で8年ぶりにフルマラソンの自己記録を47秒更新した。なお同マラソンでは、鈴木健吾が2時間4分56秒と、男子マラソン、日本記録を33秒上回って、優勝を成し遂げ、さらには、 サブテン達成者が42人も出るなど、記録ずくめの大会となった。かつて、2009年4月から2019年3月の10年間は、公務員ランナーとして、埼玉県立高校の事務職員を任務する傍らで、主に、駒沢オリンピック公園を拠点に練習を行っていた。青島健太は、最強市民ランナーと評していたほか、 マスコミミエからも日本男子最速の市民ランナーという表現を用いていた。過去に何度か実業団の競合チームからスカウトを受けたこともあったが、今のスタイルで結果が出ているとして堅くなにスカウトを断っている。その一方で川内は実業団には負けたくない。いつも死んでもいいという思いで走りますからと強烈な自負を持ち続けている。 フルタイムで勤務していることから多くの練習時間を確保できず実業団選手では月間走行距離 1000km 以上の選手もいる中川内は 600km ほど出せる相手がいないため強度の高い練習もできない強度の高いポイント練習も水曜日と土曜日の2回だけ水曜日がスピード練習で土曜日が距離走をしておりあとの5日間は全てジョグである ポイント練習は週に2回だけであり、その時はいつも以上に集中して取り組んでいるという。また、他のトップ選手が年1から2レースなのに対し、川内は年9回のフルマラソンに出場している。川内はこれを究極のトレーニングと捉えている。川内が東京マラソン2011で日本男子トップの3位に入った際、 実業団主導の日本男子マラソン会に大きな衝撃を与え、また日本陸連男子マラソン部長を呼び、中国電力陸上部監督の坂口康は、実業団の選手たちはショックでしょうとしながらも、川内の快挙に対して、賛辞を惜しまなかった。本業は全く陸上競技と関わりがなかったものの、川内本人は、世界陸上選手権の内定代表選出に関して、 有給休,休暇が使い切れていないので、こういう時に使わせてもらうとして、休みをとっての大会出場に意欲を見せていた。フルマラソンでは常に、全身全霊で力を振り絞って突っ走るためか、マラソンのゴール直後は、意識朦朧の状態で倒れ込み、医務室へ運ばれる事態となることが多い。川内は、本当は、医務室とはお世話にならない選手になりたいのですが、 100%近く力を出し切らないと勝負にならないので年切りに頭を書きながらコメントしていた。大の漫画好き。特に陸上競技を題材とした漫画を集めており、長距離漫画なら日本で有数のコレクターだと思うという。2011年世界陸上の際もお気に入りの漫画持参で現地入りしている。2001年世界陸上エドモントン大会。 2005年世界陸上ヘルシンキ大会男子400メートル H でに大会銅メダリストのためすダ大が2011年6月にゲスト出演したカスカベ校の同好講演会で対談が実現した。なお対談終了後のためすえは川内の印象に対してやっぱり変なやつだなと思いましたねと苦笑いした。それから2年後2013年の 世界陸上モスクワ大会男子マラソン日本代表に選出の買わないと再び対面、試す絵は彼は陸上界にとってもはや極物ではなく新しいスタンダードを生み出しつつあると記事を寄せている世界陸上テグ大会男子マラソンでは個人戦で18位に止まったが医務室で休んでいる最中日本代表のマラソン団体戦は2位に入ったことを 聞かされた後、団体の銀メダルに貢献できて嬉しいと涙を浮かべ、僕みたいにスピードがなくても日本人の粘りがあれば、マラソンはやれるんだと証明できたと、自身も、納得のコメントを述べている。そのマラソン本番翌日の2011年9月5日、日本帰国便の飛行機を空港ロビーで待機中に、男子マラソン元日本記録保持者で、 マラソン15戦10勝の実績を持つセコ俊彦と対面。セコからは、俺の記録を抜きなさいと葉っぱをかけられた。なお2013年1月、SB 食品陸上部が、廃部のため同年4月から、DNA 陸上部監督就任のセコより、同陸上部への入部オファーがあったものの、川内は、 僕は指導者に従うつもりはないし、自由にやりたいと、あえて辞退した。レース前に、2時間7分台を狙うと宣言した、東京マラソン2012だったが、序盤で給水ボトルが取れず動揺した影響もあってか、中盤で、日本人、トップ争いから、ずるずる後退してしまい完敗その翌日の2012年2月27日、 記者陣の前に現れた川内は母親に頼んで五輪なりのスキンヘッドの髪型にして登場。体制の方の期待に応えられず悔しいし、情けない。誠意を示すために丸めましたと目に涙をためながら、謝罪した。なお東京マラソン2012では、レース前の記者会見で、当時の無職ランナー、藤原慎との激しい攻撃バトルが繰り広げられる。 すると全男子マラソン世界記録保持者の皇帝ことエチオピアのハイレゲブレセラッシェが喧嘩は良くないですよと川内、藤原の二人をなだめる場面があった。その東京マラソン本番は藤原が日本人トップの2位に入りロンドン五輪男子マラソン代表に選出されたが川内は14位で五輪落選と明暗が分かれる結果となる。その記者会見で川内は 藤原さんが五輪の舞台に立つことは嬉しい。藤原さんからお誘いがあれば勉強させていただきたいとコメント。その後藤原も僕も彼に刺激を受けて頑張れた。川内くんと一緒にロンドンを走りたかった。五輪の枠に収まるようなランナーではないし、今後も良いライバルでい続けてほしいとエールを送っている。それから同年3月31日には、 藤原新からの誘いで、埼玉県の荒川沿いの河川敷にて、藤原との合同練習を公開していた。2013年1月17日、翌日開催のエジプト国際マラソンに、招待選手として出場するが、成田国際空港で登場前に、日本国旅券を忘れているのを気づき、主催者が用意したエジプト航空の航空便に乗れず、 約26万円の航空券代金を自腹で負担せざるを得なくなるハプニングがあった。なお、パスポート不携帯に気づいた時には、母親が埼玉県の自宅から駆けつけたものの、電車が遅れた不運もあって、搭乗手続きに間に合わなかった。また現地で予定された記者会見も中止になった。かつて川内がマラソンを負けに考える、 実業団選手には負けたくないとの発言に、旧電工所属の前田和弘は、実業団をバカにしないでほしいと反論していた。2013年5月、世界陸上モスクワ大会、マラソン、日本代表に、選出の選手たちが、メディカルチェックで、東京都内に集合。その際、川内と対面した前田は、川内くんの出場レースの多さはすごい。 僕は感心しています。わだかまり全然ないし普通に話しましたよ、とコメント。また、別府大分マラソン優勝の川内に20秒差で2位と、敗れた中本健太郎は、世間を騒がせてくれたけど、注目の的になって苦労して大変だなと思うと、苦笑しつつも、川内の動向を気遣っていた。地元である。 久喜市の和紙谷商工会が何らかの形で応援できないかと町おこしで関わりのある漫画、アニメ、ラキスタの作者、ビミズ鏡に応援キャラクターの制作を打診、川内のアイデアを取り入れたノースリーブのパーカーにスパッツ姿のポニーテールの少女、武器名前が作られた。名前はシミヤ神社の祭神、ブイトリーの地と同神社で、 応援される神楽の舞からつけられている。2016年3月13日に開催された地元の茎マラソン第1回大会では開会式時に上下紺色の背広、ネクタイ姿で登場。その後もランニングウェアに着替えることなく、スーツに黒サングラスをかけ、黒革靴を履きながらビジネスマン風のコスプレの格好でハーフマラソンを出走。 2017年3月の第2回大会は、和志宮中学校、陸上部時代のユニフォームを着用し、トップでゴール。2018年3月の第3回大会は、パンダの着ぐるみ姿で、2019年3月の第4回大会は、忍者姿で、それぞれ参加した。2015年3月11日、世界陸上北京大会の女子マラソン選考において、 横浜国際女子マラソンで優勝した田中智美が落選。大阪国際女子マラソンで日本人トップの2位ながら田中のゴールタイムより18秒先着の重友里沙が選出されたことに関し、川内はやっぱり優勝して選ばれないのは私は優勝の田中さんを真っ先に選ぶのもありだと。事前にタイム中心で先行すると言っていないし、 積極性についても言っていない。メンバーのレベルなんてエントリーしてみないとわからないですから等とうコメント。日本陸連が下した選考方法に疑問を呈していた。同年11月15日、埼玉県が共催に加わり、第1回大会が開かれる埼玉国際マラソンの大会サポーターに就任。その前日のトークショーに出席した川内は、 ロシア陸上界の組織的なドーピング問題について、あれだけ厳格に検査をやっているはずなのに、これでもっと厳しくなり、手続きが面倒になると、アスリートにとって害になるなど、不愉快な気分を表していた。第91回、第92回箱根駅伝において、総合2連覇を達成した、青山学院大学陸上部監督の原進が、 指導する当時19歳の下田優太が2016年2月28日の東京マラソン2016で10代男子の日本記録達成で日本勢2着に入ったことに原は下田の伸びしろは200%ある将来性を見越し下伝をリオ五輪男子マラソン代表に選出すべきと大口を叩いたこれに川内は下田君のゴールタイムはすごいが 若ければ良いってものじゃない。将来性だけで五輪に選ぶのはどうか。私自身マラソンは10回以上下田君より良いタイムで走った。1.2回しかフルを走ってない若手選手と違い、経験では負けない。原監督の発言に悔しく思った実業団選手は大勢いるだろうし、私も同感。最低2時間10分は切らないと。監督も箱根駅伝を語るのは良いが、 マラソンは、まだ早いと、腹のビッグマウスぶりを批判している。同年4月30日、同じ名字にちなんだ、福島県双葉郡川内村の第1回川内の里帰るマラソンマイナス復興から、創生への折り返しへ、ゲストランナーとして、ハーフマラソンの部に出走した。それ以降も、同大会には、女子マラソンランナー、 吉田香里と共に、毎年招待されて出走し続けている。プロランナー転校直前の2019年3月11日、前日の名古屋ウィメンズマラソンが、伝送所属選手として、最後のレースとなった、水口優子と、同年5月に結婚と、各マスコミ陣が上がって報道された。プロランナーとして、初めての出場、全大会覇者として、 第123回ボストンマラソンにエントリーした川内は前年優勝者が参加する米大リーグレッドソックスの本拠地フェンウェイパークにてオリオールズ戦で地震初の始球式に登場した新型コロナウイルス感染症拡大のため公式レースが中止続きだった2020年の春夏にかけて自己練習の合間に国内旅行業務取扱管理者を勉強して 国家試験を受験。同年10月29日、自身のツイッターにて合格を報告した。2017年8月の世界陸上ロンドン大会、男子マラソンで9位だった川内は、帰国後報道陣に対し、3回も挑戦したのに、結果を出せず悔しい。だが、2020年の東京オリンピックは、暑さも加わるので、これ以上の順位を望むのは難しい。 今後は若い選手たちの刺激になるような存在になれれば良いと語り、若手へのバトンタッチとマラソン、日本代表を引退する意向をほのめかしていた。同年8月15日に地元、埼玉県区喜市の世界陸上報告会へ登場。その席で川内は、自ら東京五輪挑戦の完全否定とともに、今後は日本代表という立場ではなく、 自分の時間の中で海外の試合に多く出ていきたいと思います。世界中の大会に出て人脈を作り、日本人でもこういう形で世界で戦えるところを見せていきたい。好きな大会で好きなだけ走り、これからも自分を追い込んでいきますとコメント。ところが、日本陸連マラソン強化戦略プロジェクトリーダーの瀬古敏彦は、 川内の代表引退報道に関してもったいない。やめないで、もっとやってほしいと頭を抱えつつ、すがるように熱弁を振るっていた。それから1年3ヶ月経過後の2018年11月18日、翌2019年3月限りで埼玉県庁を退職、4月よりプロランナー転向を表明した川内は、アゲオシティマラソンのフィニッシュ後に、自ら、 2019年世界陸上同派大会の男子マラソン日本代表を目指すと日本代表からの引退撤回を宣言その理由について川内は結局公務員プラス日の丸の重圧が厳しかった公務員なのに走ってばかり嫌がってみたいに言われ続けたのでプロになれば十分に日の丸のために仕事を休んでいいじゃないですかと語り続け ドーハ世界陸上男子マラソンの合法は深夜0時スタートと聞いた。それならば気温30度を超えないし涼しい気象条件で上位が狙える沖合を入れ直していた。同年12月、豊富読売マラソンで4回目の覇者となった川内は今まで多くの人に応援してもらったのでひっそり終わるのも嫌だしテレビ中継がある琵琶湖で今後が 楽しみと思えるような走りができれば、自己記録更新とはいかないまでも、サブ10は達成したい。そうすれば世界陸上が見えてくると、さらなる意欲を述べたものの、東京オリンピック重要戦公開の MGC 出場については、あくまで、ドーハ世界陸上がダメだったらの話で、MGC と世界陸上と続けて2レース出走する気は頭にない、と改めて、 東京五輪への挑戦は消極的なコメントを述べていた。2019年5月28日、世界陸上同派大会、男子マラソン代表に選出、プロランナーとして日本代表復帰を表明する。その席で川内は MGC には出走しないが、残り1枠の MGC ファイナルチャレンジで東京五輪代表選出へぜひ挑戦してみたいとも語っていた。 マラソン以外マラソン全成績、ありがとうございます。